海毒が蓄積されやすいとされている、紫貝巻貝の貝も毒化することがある。海毒とは、魚介類が生産する毒物の一種で、貝類の毒を指す。毒化の原因は、ウズベンモーモなど、海水中の有毒プランクトンを捕食した貝が毒を蓄え、毒化した貝を食べたことによる、食中毒症状を言い、一般的に、貝に当たるという。毒素は、 加熱により無毒化することもなく、蓄積で貝の食味は変化しない。毒化した貝を食べることで消化器系と神経系の中毒症状を引き起こし、一度に100人以上が死亡した例もある。日本では下痢性解毒、麻痺性解毒の発生があるが、神経性解毒と記憶喪失性解毒は発生報告はない。毒性を持つプランクトンは、 水温の上がり始める4月頃から5月頃の期間に発生することが多い。このため、都道府県の水産担当部局では、冬の終わりから海水中のプランクトンや貝の検査を行い、貝に含まれる毒の量を検査し、安全を確かめている。基準値は、過食部 1g あたりの毒力が、麻痺性、貝毒 4mu、下痢性、 解毒 0.05mu 以上になった場合で出荷停止措置が取られる。この措置は、貝自身の代謝により、解毒がなくなったことが検査で確認されれば解除される。潮干狩りなどの自己採集では中毒が表面化しない場合もある。貝の種類により、毒の蓄積しやすさ及び排泄の速度は異なる。つまり、同一回帰産であっても、貝によって、 毒化の期間が変わり、中毒を起こす場合と起こさない場合がある。ホタテ貝、紫以外は、比較的毒化が長期間続き、下記は短期間である。解毒を引き起こす有毒プランクトンは、1リットルの海水中に、数細胞といった低濃度でも貝を毒化させる。このため、一般的に海域で有毒プランクトンが発生して、 海が毒化している状況であっても、赤潮のようなプランクトンの増殖による海域の着色現象は見られない。下痢性、海毒テトロドトキシンの化学式麻痺性、海毒神経性海毒ドーモイ酸の化学式記憶喪失性海毒結成や、下毒剤などの特異療法は確立されていない。対象療法として、胃洗浄や人工呼吸が行われる。 毒化した二枚貝を多く捕食するヤシガニやケガニの近煙種のトゲクリガニなどで毒化する例が報告されている。海毒発生水域で捕獲される個体は肝水臓部に有毒成分を蓄積することがある。これは動物質の餌を多く接触していることによる。日本では海類の捕獲海域有毒プランクトンの監視を都道府県が 実施海類の捕獲海域2枚以外の監視を、都道府県あるいは漁業者が、実施流通食品衛生法に基づく監視を、出荷者、加工業者が実施の3段階の台制が整備され、毒化した貝と加工品の流通が阻止されている。ありがとうございます。